皆様本日は春季大祭おめでとうございます <laughs>、えー、ここは大阪ですね <laughs> 大阪にも春がやってまいりましたこちらの方はあの春でなくても春がお好きですね ちょっっと意味がわかからなた。<laughs>「春」っていつもおっしゃってますね「春」と言うた春それで春が終わって夏,、えー、夏になってもどこか涼しいところに行ってはる <laughs> 秋になったらも,もみじ狩りを楽しんではる。 冬,冬,冬になったら寒い寒いと言って凍えて春。<laughs> ずっと春ですねですからこちらに参りまして春を満喫させていただいておりますありがとうございます <laughs> ところでこの間スーパーに行ってまいりましたら えー、不思議なことがあったんですね、えー、パンがすし詰めのサンドイッチサンドイッチがすし詰めの状態でパックに包まれ入ってましたパンなのにすし詰めですよ <laughs> そしてそれでお米がパンパンに袋に入っていましたお米なのに。 そしして鶏肉がぎゅうぎゅゅううに詰められました。で、「豚肉はないんですか?」って言ったら「もうありません」「申し訳はありません」と言われましたので「とんでもありません」と言いました。 いつもくだらない話を申し。申し上げません。申し上げません。もうすぐ。平成の。世が。終わりますね。もうすぐ。新しい年号が。発表されることになっておりますけれども。どんな年号になるんでしょうか。わかりませんよね。 少なくともあの難しい漢字じゃなくて欲しいなと思っています誰も書けないような漢字だと困っちゃいますねバラみたいな字だとね <laughs> まあ大変なことになるでしょうね書けなかったらなかなか事務が進まないでも小学生は難しい漢字が書けるねっていうことになるかもしれませんねみんな覚えるからね <笑><笑>えー、この平成最後のっていうことがよく言われていますね今、えー、確かにあの平成最後のっていうことで意義深いこともあると思うんですけどもその平成最後のっていうことに便乗していろんなお願い事や <laughs> 要求を言う人もいるかもしれませんね平成最後のお小遣いを頂戴と全然意味がありませんよ <laughs> 平成最後のたこ焼きが食べたいどんなたこ焼きなんでしょうねでも平成最後のっていう言葉を聞いて慌ててしまってちょっとご、ま、それにごまかされない方がいいと思います 平成がなくなるからといって平成さを失わないようにしたいと思いますそれでは始めさせていただきます <laughs> 昨年の地上天国祭と同様この度の祭典行事につきましても ディーガーロイヤルホテル大阪の皆様のご理解とご協力そして数々のご配慮をいただきまして開催させていただくことができましたここにディーガーロイヤルホテル大阪の皆様に厚く御礼申し上げます 本日は名医様のお導きにより須野光教団の皆様伊豆の目教区の皆様同胞の光教区の皆様が一堂に集われる中で新規大祭を執り行わせていただくことができました。主神は、 私どもの意識の中心に存在する天国において祭典を開いてくださり全人類を許し天国に迎え入れるという救いの見業を成し遂げてくださっています私どもはその祭典に参加することを許していただき全人類と その父、母先祖の方々とともに万物とともにその救いの御業にお使いいただいていることを明士様を通して主神に感謝させていただきたいと思います私どもはこの世に生きておりますがこの世だけで生きているのではありません 私どもは肉の体を持たせていただいているだけではなく霊の体を持たせていただいております霊の体があるから肉の体があるのです「主神は」はすべての原因の世界すなわち天地万物一切を創造する世界である天国において 万物の霊と共に、メシアと名付けられた分け身玉である霊の体をお産みになりました。その霊の体が私どもの本体であります。私どもは地上という創造された世界、すなわち時間、空間、次元の世界を持たせていただいているだけではなく、 想像する世界、想像する世界、すなわち天国を持たされているのです。主神の創造の御旨は、全人類をご自身の子供たるメシアとすることであります。全人類の中に、そして万物の中に、この創造の御旨が、 刻されております。私どもは誰もが生まれながらに天国を持たされた者名主様のおっしゃる天国人としてメシアの皆にある許しも救いも持たされておりますそして霊肉ともに主心の一つ体として名士様と共に 主神の創造の身旨にお仕えするためにいるのです。私どもは霊肉ともに主神の一つ体なのですから、私どもが今呼吸していると感じているということは、主神が私どもの中で呼吸しておられるということではないでしょうか。 私どもが何かを見たり聞いたり感じたりするということはそのすべてをスシンは私どもの中で私どもを通して見聞きし感じておられるということではないでしょうかスシンは想像の身旨を成し遂げるために私どもが自分のもののように使っている感覚器官も また心も思いも知恵もそして息もそのすべてをお使いになって全人類を救うという見業を行っておられます。「スシン」は全人類とその父母先祖の方々の悩みや苦しみまた喜びや楽しみなど ありとあらゆる思いありとあらゆる思いを主神の一つ体である私どもの中に集めてくださり私どもを通しメシアの皆にあってそのすべてを許され救われた者としてお受け取りくださっています私どもが何かを 見たり、聞いたり、感じたり、また何かを思ったり考えたりするのは、その救いの御用にお使えさせていただくためなのではないでしょうか。ス神ンはご自身の救いの御業を成し遂げるために、私ども一人一人を必要としておられるのです。ありのままの姿の 私どもを必要としておられるのです。明士様をお歌に「狼の御業といえど人のみを通じて予備と救うにありける」「狼の御業といえど人のみを通じて予備と救うにありける,ととりける」とお読みになりました。私どもも、 ののの救いいにお使いさせていただけるのですなぜならば私どもは名士様によって私どもの中にメシアの皆があることを知る者とならせていただいたからです。スシンはメシアの皆にあってすべてのものを生み表すという想像を行い メシアの皆にあって、すべてのものを迎え入れるという想像を絶え間なく行っておられます。メシアは、スシンの子たるメシアとして、スシンと一体の存在であり、永遠に滞ることのない想像の営みにあって、スシンと私ども、人類との 中介者であり、取り継ぎ者であります。スシンへの取り継ぎ者であられるメシアの皆があればこそ、救いが可能なのであります。ですから、私どもは自分が見聞きし、感じ取り、また思わせていただいたことをありのまま、 ありのまま名医様を通してスシンにご報告し名医様と共にあるメシアの皆にあって許され救われた者としてすべての者と共に自分自身をスシンに委ねさせていただく必要があると思いますそしてあなたの御業の栄光としてお受け取りくださいますように あなたの御業の栄光としてお受け取りくださいますようにと申し上げることができれば主神はそして明士様は大変お喜びになると思います。主神は名士様を通して私どもに対し天国に立ち返ってくるようにと一生懸命呼びかけてくださり 私どもがその天国においてメシアと名付けられた分け見玉を持たされ全人類を救い未来を創造するという見業を成し遂げるために地上に使わされていることを思い出させようと努力してくださっていますそのことを私どもが今思い出させていただいたならば その今が一人一人にとっての潜在一遇の救いの時であり、それはまた過去、現在、未来を含めた全人類にとっての潜在一遇の救いの時なのではないでしょうか。私どもは自分が生きていると感じておりますが、 神様が私どもは神様に対し「あなたが生きていらっしゃるから私が生きているのですね」と申し上げる立場なのではないでしょうか神様は私どもを常に支え維持し 進化・成長させてくださっています。私どもの行く道を整えてくださり、後始末もしてくださっています。神様はどんな時でも、どんなことがあっても、私どもから離れることはありません。その実感がない。 と言っている私どもを、神様は許してくださり、あなたは私から離れていると思うかもしれないけれども、私はあなたから決して離れてはいないよとおっしゃってくださっていると思います。このように神様は私どもをどこまでも愛してくださっています。 その神様は、名主様が、スシンとお呼びになりましたように、天国も地上も治めておられる唯一の神であられます。そしてその唯一の神、スシンが、私どもの誠の親であられます。名主様にとっての誠の親は、 私どもにとっての誠の親であり、全人類にとっての誠の親であります。そうであれば、私どもは誰であろうと、誠の親である主神の子供であり、互いに兄弟であり、姉妹なのではないでしょうか。私どもはもともと、 天国において名主様と兄弟関係という深い縁で結ばれていたのですその天国で私どもを産んでくださったまことの親を忘れ自分の生きる目的を忘れ思い思いに生きていた私どもを主神は許してくださいました名主様は 私どもと同じように地上に来られ全人類を代表して悔い改められ天国に立ち返られて主神の子たるメシアとして新しくお生まれになりました私どもも私どもの模範たるイス様に倣って悔い改めて許しをお受けし 天国に立ち返らせていただき、新しく生まれさせていただけるのです。なぜならば、主神はメシアの皆にあって、私どもを許し、再び天国に迎え入れ、私どもと共にお住みになることをあらかじめ定めておられたからです。 何という大きな許しであり恵みでありましょう私どもはこの天国の福音を告げてくださった名士様に感謝申し上げるとともにメシアの皆とメシアの皆にある主神を心からお称えさせていただきましょう先ほど上映されました ビデオにに、ありますように来る地上天国祭にはヘンデル作曲の「メサイヤ」ハレルヤコーラスの合唱が約300人という大勢の信徒の皆様により奉納されることになっております。その後も折に触れ奉納されると伺っておりますが男性の参加者が比較的 少ないようでですので <laughs> 女性の方はもちろん男性の方も <laughs> 思い切って是非とも参加していただきたいと思っております名士様にお喜びいただけるような素晴らしいものとさせていただき私どもの代表となって歌われる方々ともども 栄光を輝く主神の御技を心からおたたえ申し上げたいと思っております。終わりに、全人類に先駆けて、名主様によって、まことの信仰と救いを知らされた一員として、私どもは本日の春季大祭を機に、 いよいよ進みゆく新しい段階の創造の見業に、明士様を先頭に、うまずたゆまず前進させていただきましょう。ありがとうございました。